こんにちは、サンジパパ、ファミリーです。今から昼ご飯作るね。うん。眠たいの？ママ夜中に起きちゃってさ、それから寝れんかったもんで。眠たいから簡単なものでいい？あったかいうどん。あったかいうどん？わかった。寝不足で手抜きそうめん。すごい眠たくて、あまりにも作る気なかったから、うどんはインスタントのやつで、普段食べてるのとは全然食感が違うと思うけど、美味しい？それはよかった。で、それはメンチカツね。これはメンチカツ。お花が入ってた？綺麗。綺麗だね。コロッケって言えばコロッケ。ちょっと違うんだね。おいでよ。これじゃん、食べられたらじゃん。何？なんかペコペコ。トマト食べたと思ったら、ちょっとかじったぐらいってことかな。何食べるの？必殺甘え要求。食べるの？じゃあヨーグルトにするか。ヨーグルト、朝でそういえばヨーグルト食べてないもん。ヨーグルトでいい？うん、わかった。それプルーンが入ってるからね、鉄分と葉酸が入ってるから。このヨーグルト気に入った？頑張って食べた。頑張って食べた。そう、うん、頑張って食べた。でお兄ちゃん、お兄ちゃん、チュッパちゃんはお姉ちゃんになるんだよ。お姉ちゃん、うん、この赤ちゃんのお姉ちゃん。お姉ちゃん、そうだよ。ありがとう。ありがとう、嬉しいんだね。うん、チュッパちゃん、ママ眠たいからさ、もう寝ない？もう昼にしたくてしょうがないんだけど。でお腹もちょっと痛い。この日は超寝不足だったらしい。で、はい、お腹すいた？今からご飯作るね。ありがとう。兄ちゃんは上でゲームしてるからね、お手伝いしてくれそうにないから。ということでお手伝いすることに。3歳がやったにしたら上出来だと思うよ。ありがとね。うん、ちょっと待った。こだわり強いね。味見ですか？いただきます。はい、どうぞ。おいしい。服汚れてるね。ちょっと待ってね、ある程度潰して、そこからバトンタッチするわ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ふうじゃなくて食べなさいよ。なんで手で掴むの？箸があるのにさ。ちっぱちゃん何やっとんの？お腹ペコペコって言ったけどさ、おにぎりとさ魚残ってるし、汁も残ってるよ。まあいい。甘えてるだけでしょ。ご飯食べなきゃダメだよ。じゃあもうごちそうさまして。はい。食べ終わったね。
ごちそうさまは？ごちそうさま。何？ごちそうさまでした。ちゃんと席座ってやってほしいんだけどな。おはよう。昨日夜咳がすごかったね。え？咳すごいしてたね。昨日の夜ね、僕すごかったよ。寝てるのかな、どうなのかなって思う。眠たくない？とにかく寝ながら無意識に咳してた。36度7分平熱だね。いただきますしてね。お茶飲んだら多分喉が乾燥してるからかも。しばらく咳は続きそうですね。保育園終わった後病院行こっか。保育園終わった後病院行こうか。今日は吸入やった日とその次の日の夜はこんなに咳が出てなかったけど、昨日ひどかったもんね。うん、自分でも咳すごいしてたってわかる？わかる。すごかったもん。まあ途中で何回も起きたもん。ひどい夜の暗い時でしょ。病院で吸入やるかどうかわかんないけど、でも見てもらった方がいいね。風邪薬もないし。吸入ないよ。わからない。それは先生に聞かないと。ママではわからん。咳してるから離れて、チュッパちゃんね。今から兄ちゃんを保育園に迎えに行くけど、その後で病院行って、チュッパちゃんも便秘薬がなくなってるし、え、そうだ。で、咳と鼻水がまだ出るから風邪薬をもらわなきゃいけないから一緒に行くよ。ダメダメ、触っちゃダメ。はい、おかえりなさい。おかえり。吸入やってきた？うん。はい、おかえり。ただいま。吸入？吸入やってきたよ。喉が痛いって本人は言ってたけど、そんな腫れてはないと。ダメも今ちょうだいって言って食べさせとるから。うん、だって保育園におるとき、喉が痛いって言ってたの。この薬は何？これはチュッパちゃんの便秘薬です。またこれか。昨日うんち出たんでしょう。ああ。でもその前が3日前じゃんね。ハンバーグみたいなうんちがバーンって出てきた。まあコロコロじゃないだけいいけど、それでもああケツで踏んでね、潰れとるんで。早くトイレしんかな自分で。その前が3日前だもんで、やっぱりそれでも便秘がちだもんでさ、やっぱり飲み続けた方がいいからさ。わかった、うん、ポックンの吸入も定期的にやるってことな。定期的にとか今回はどうするやってくって聞かれたもんで、まあとりあえずやってった方がいいよ。やりますって言ったけど。はい、了解。ご苦労さん、はい、便秘マン。お茶飲んでね、ちゃんとね、便秘マンは。そして次の日。おはよう。チュッパちゃん昨日夜ね、咳がひどかったね。なんかオットセイみたいな咳してたからグループ症候群かなとも思うけど。うん。二人とも咳がひどいな。まあ、風邪ひいとるもしょうがないね。とにかく二人とも咳がひどすぎる。朝ごはん食べれる？食べれない。